ジュースジュースの稲葉真奈香とビヨンズの平井美代です。ハロステ、アプカミ、タイニータイニーという3つの配信番組の要素をギュッと凝縮してこのハロステチャンネルでお届けしています。感染が拡大しないようにこまめに手洗いや消毒をする、マスクをつけるようにする、人との間隔をできるだけ空けるようにするなど意識をして一緒に頑張っていきましょう。さあ私たち2人なんですけれども、はい、ハロープロジェクトのコンサートで私たちは今2人とも B チームということで、はい、同じグループなので、週に1回ほどは会うことができているんですけれども、こういったね形で仕事を一緒にさせていただくっていうのはすごく久しぶりなので、はい、とっても楽しみだなと思っております。はい、平井美代ちゃんと私は一緒にご飯をね、はい、食べに行ったりとかもしたことがあるので、まあ仲良しコンビっていうことで頑張っていけたらなと思ってますが、はい、どうでしょうか。はい、結構ご飯一緒に行かせていただいたのが結構前だったので、うん、最近は行けてないのでまた行きたいななんか思ってるんですけど、私的にこう、うん、稲葉さんがなんか私にとってのなんかお姉ちゃんみたいな感じなんですよ。お姉ちゃん、私あんまり甘えるのが今まで好きじゃなかったですし、うん、苦手だったんですけど、なんか稲葉さんと話してるとなんかちょっと妹モードに入れるというか、なのでちょっと今回はこうなんて言うんですかね、こうリラックスしながらお話ししていけたらなと思います。嬉しいですね。確かになんか意外と甘えん坊なイメージがありまして結構普段はボーイッシュなキャラクターで頑張ってるなと思うんですけど意外と乙女な感じでね、可愛いなっていう風に思っておりますので、今日は2人でリラックスして頑張れたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。稲葉さんはすごく辛いものが好きだって聞いたんですけど、なんかどういうのが好きだったりしますか？私は完全に唐辛子系が好きなので、はい、一番好きなのはタバスコです。私結構ちょっと苦手なんですけど、なんか最近ちょっと食べれるようになってきたなっていうところがあるので、ちょっと初心者にもいけるような辛いものってありますか？なるほど。私的には実はタバスコが初心者でもいける辛いものなんじゃないかなっていうふうに思っていて、その量によってやっぱりかける量で辛さが変わったりもしますし、酸味のあるものなのでお料理を美味しく食べるっていう意味でちょっと一滴から挑戦してみたらいいんじゃないかなと思います。ちょっと母が辛いの好きで家にあるので、あらいいですね。こうもうぜひ今日実践したいと思います。ぜひやってみてください。今回はこんな2人でお送りしていきます。いつもお疲れ様。まずはこちらを見ていただきましょう。昨年10月10日にマイナビブリッツ赤坂で行われたジュースジュースライブツアー2019コンアモール JJJ スペシャルの中から、私稲葉真奈香が選んだ禁断少女を見ていただきます。どうぞ。照らねがだるい、ほてたぼほててるみたい、だけどないよ昨日どれ裏変わらない。 Oh baby 心なしか動きもするし、スマホ持つ手も震えてる、君からの既読がつかなくて切ない。
てしてないはずよ。いつきの日の迷いだな。無視しちゃえば全て丸く収まるかも。Oh baby、 あなたとって君のタイプで、私より女子力高いね。チャイカしてるつもりならこれ以上やめて。 I love you、 愛なぎら I love you、 唇に I said goodbye、 これがよきせぬワンワンなインコを MC のおすすめライブ映像ということで、今回は未公開のライブ映像の中から禁断少女をご覧いただきました。さあ、いかがでしたでしょうか。はい、この曲はライブでパフォーマンスされてる時に、この歌詞は、今回はどういう表情されるんだろうって見るのが私結構好きになったので、今回見れてすごく嬉しいですし、なんというか、なんだろう、曲的に曲調は結構ちょっと、なんだろう、大人っぽい感じなんですけど、歌詞がちょっとなんか少女から大人になる感じっていうのがあるのですごく好きなんですけど、この曲を選んだ理由とかってありますか。この曲は私がすごく好きな曲っていうのもありますし、今のライブ映像みたいに本当に盛り上がる楽曲で、ライブでファンの方々がこの曲見たいなっていうふうによく言っていただくことが多い楽曲なので、今回やっぱりね、またライブをやりたいなっていう気持ちも込めてこれを選ばせていただきました。なんかやっぱりさっきも言ったように、表情が皆さんすごく素敵だなって思うんですけど、稲葉さんがこの曲で気をつけてるポイントとかってありますか。ポイントはまさに最初にみゆちゃんが言ってくれてたように、毎回違った表現をするっていうのを気をつけていまして、すごくブリブリな感じで少女みたいにする時もあれば、多分この回は私はちょっと切なくしたかったんだなっていう、今映像を見て自分でも、この日はこういう気持ちでやってたんだなとか想像することができたんですけど、その見てくださってる方もその時その時で全然違った方々がいらっしゃるので、で中にはこう何度もその曲を見てる方っていうのもいらっしゃるっていうのもあって、いろんな表現の仕方でいろんな解釈をしていただきたいなっていうのを大事にしながらパフォーマンスしている曲です。なんかやっぱり見てる方も、そのメンバーさんの
こうリアルタイムなこう感情とか、そのこう表現したいんだっていうのを受け取れるので、やっぱりそれがこの曲のいいところだなってすごく思いますね。ありがとうございます、はい、で、あのこの回ぐらい、この今回のライブぐらいで、その松永理愛ちゃんと工藤夢ちゃん、こう新メンバーがこう少しずつ慣れてきたこのぐらいなんじゃないかなと思うんですけど、この回のライブでこう印象に残ったこととかってあります？そうですね、やっぱりこう2人ともとにかく一生懸命にやっているっていうのはもちろんありますし、まだこの段階では、あの国立代々木競技場第一体育館でのライブを控えていたので、あのそれに向けて頑張ろうっていう気持ちもすごく現れていたんじゃないかなと思って、リハーサルの段階からすごく準備をしてしてくれていたなっていうのが、あのすごく成長を感じてよかったなって思います。ということで、ジュースジュースライブツアー2019コンアモール JJ デイスペシャルの中から禁断少女をご覧いただきました。見てくれてたら私も嬉しいな。モーニング娘。20のシングルから心&体のボーカルレコーディングの様子をご覧ください。どうぞ。お願いします。分かっているよ、わかっているよ、君に甘えているだけ。わかっているよ、わかっているよ、私のためってことくらい。わかっているよ、わかっているよ、君に甘えているだけ。わかっているよ、わかっているよ、私のためってことくらい。それなのにね、ジェラシーの息聞こえて、ねじ曲がって愛しちゃうんだ。本音はそうよ、永遠離れたくない。だから君はそばにいてよ。それなのにね、ジェラシーの息聞こえて、ねじ曲がって愛しちゃうんだ。本音はそうよ、永遠離れたくない。だから君はそばにいてよ。感情を任せ、不安な分だけわがまま言って愛しちゃうだ。愛の力に限りあるなら、その時までそばにいてよ。不安な分だけわがまま言って愛しちゃう。愛の力に限りあるなら、その時までそばにいてよ。愛の力に限りあるなら、その時までそばにいてよ。君が好きさ、そう好きさ、もう心止められない。未来へ向かう雲に飛び乗って、だから君ももう愛して。 Yes, あらの思うのがまま太陽浴びて旗を
ない未来へ向かう雲に飛び登って、だから君ももう愛して Yes 体を守るまま太陽浴びてはためく炎よに君が好きさ、だから君ももう愛して Yes 体を守るまま太陽浴びてはためく炎よに君が好きさ、君が好きさ、そう好きさ。ありがとうございました。ということでモーニング娘。20佐藤正樹のボーカルレコーディングをご覧いただきました。いやさすがでしたね、はい、いやすごいなって思ったんですけれども、はい、この心&体っていう曲はあのボーカルだけでなく、うん、全体のこうダンスとかも合わさった時のパフォーマンスが、ね、本当に印象的な楽曲だなっていうふうに思うんですけど、どんなイメージがありますか？はい、あのこの曲を初めて聴いた時に、うんうん、あのインストがすごいかっこいいなって思ったんですよ。確かにこう曲あの間奏でこう、うん、インストが流れてその間になんかこう、うん、ちょっとスローになるところが大好き、そこでも表現されてるっていう感じがすごいですし、うんうんうん、こう歌詞とかもなんだろうな、こういろんな受け取り方をできるような、うん、そういうなんかメッセージ性の高いその歌詞だったりしますし、そうですね、力強い、はい、うんうん、なんか歌い方もなんか、うん、繊細なところもあれば、うん、こうダイナミックなところもあるっていうのが、うん、すごくこの曲かっこいいなって思いますね。素晴らしい感想ですね。ありがとうございます。本当にその通りだなって思うんですけど、はい、まあ、こういう風になんかこうメッセージ性のある楽曲だったりとか、とにかくどの楽曲でもレコーディングをするのって難しいなって毎回思うんですけど、みやちゃんは普段どんなことに気をつけてレコーディングしてるの？はい、なんかレコーディングを初めてした時から、うん、なんか緊張したことはなくって、すごいね、なんか楽しいっていう感じがすごいするんですよ。でなんかすごくこう回を重ねるごとに自分が成長しているのが分かるっていう場でもあるので、なんかその今の自分をこう感じつつも、なんかこう曲にこうなんだろうな、曲に合った声を出せるように頑張ろうっていう意識がすごくしてて、でやっぱりなんていうかなんだろうな、すごくレコーディングのあの部屋に入ると、はい、すごくなんか喉がリラックスして、へーすごい、なので結構なんだろう、思いっきりできてる感はありますね。でも私もそうかもしれない。なんかレコーディングで緊張するというよりは、やっぱりそのライブとか本番で歌う方が緊張するし、そうですね、あの何回でもやり直しが来るわけじゃないですか。だからこうディレクターさんからあの言っていただいたことを試してみよう、チャレンジしてみようっていう風に、あの新しい自分を発見することができる時間だなっていう風に思うので、はい、こうして誰かね、こう他の方のボーカルレコーディングを見るっていうのも勉強になりますし、またね自分もあのレコーディングがする時が来たら挑戦しながら頑張りたいなっていう風にすごく思いました、はい、ということでモーニング娘。20佐藤正樹のボーカルレコーディングをご覧いただきました。頑張ってるあなたが好きです。ジュースジュースの稲葉真奈とビヨーンズの平井美代がお送りしているこの番組、ここからは私たちについてお話ししていきたいと思います。はい、はい、稲葉さんはこう、はい、スマホの、うんうん、スマホに保存している画像とか動画ってどういうものが多いですかね？あー、写真はやっぱり、はい、あのブログやインスタグラムで上げさせていただく用の自撮りが多いですかね。なんかもういつも稲葉さんの写真とかこう拝見させていただいてるんですけど、うん、ありがとうございます。本当に可愛くてそんなことないですけど、なんか嬉しい、うん、なんかすごくなんだろうな、うん、メイクもちゃんと映えるし、うん、でもなんか可愛かったり綺麗だったりってあって、褒めすぎじゃないですか。いやいやいや、はい、私もあの写真撮るのがすごく好きで、うん、そうだよね、こう以前こうハロステに出演させていただいた時、うんうん、あの高木さゆきさんの写真を撮らせていただいたりとかしたんですけど、うんうん、あの稲葉さんはこう、うん、
ご自身で自撮りをされる時とか、うんうん、なんかポイントとかってありますか？角度とか。ポイント、あ、角度は自分のやっぱり利き顔から撮ることが多いので、うん、私の場合だとこっち側、左側なので左のちょっと斜め上から撮ることが多かったりだとか、でも毎回それだとやっぱりつまらないので、うん、いろんな角度から撮ることもありますし、あの最近だとこんなメイクをしたよっていうメイク紹介の写真を撮ることが多いので、はい、そういう時はメイクをいつもよりちょっと濃いめにしまして、写真で見ても色味が分かるようにとかっていう工夫はしていますね。なるほど、勉強になりました、はい、やってみてくださいみゆちゃんは、はい、まあ、そういう風にいろんな写真をね撮ってると思うんだけど、はい、例えば私を撮ってくれるとしたらどんな風に撮ってくれますか？あのですね、はい、もうなんか最近ちょうど考えてたんですよ、うん、稲葉さんを私もし撮るとしたらどういう場所でどういうスタイリングしてとか考えてて、うんうん、すごく楽しかったんです。嬉しい、こちらこそありがとうございますって感じなんですけど、はい、ヨーロッパテイストで、ヨーロッパいいね。で、あの、まあ、ちょっとマイナスイオン多めな森でちょっと想像してください。で、なんかメイクはちょっと色素薄い系な感じで、で髪はなんだろう、なんかヨーロッパの少女みたいなちょっとボリューミーな巻き髪みたいな、お人形さんみたいな。そうですそうです。で、嬉しい。ちょっと白っぽい。ちょっと青みのあるグレーのストンとしたなんかちょっとドレスとかワンピースみたいなので、もう撮ったらもうこれ一冊できちゃうよって思って本当ですか？はい、すごい、そんなことを普段考えてるのね。はい、考えてます。相当好きなんだね。はい、なんかそういうなんか構成を考えるのがすごく好きなので、うん、もういつかこのアクリル板が撮れた時にはいつか、ね、解き放たれる時にぜひよろしくお願いします。撮らせていただきたいと思います。すごい。じゃあやっぱり自分が撮った写真とかがホルダには多いタイプなの？まあそうですね、なんかいろんな、うん、あ、こういう構図撮りたいなっていうのを、うん、そのちょっと記憶として撮って、うん、撮っておいたりもしますし、あとは写真家だもん、あとはなんか、うん、ダンスなんかこういう動きあるんだとか、うんうん、こういう動き全然知らなかったっていうのを、うん、なんかちょっとそういう動画を撮ってたりとかします。ダンス動画、はい、なるほど、さすが、やっぱりねダンスはいいですよね。いいです。え、どんな動きのものがあった？なんか私は、うん、まあ元々がクラシックバレエ で、うんうん、でそっからほんのちょっとだけヒップホップやってっていう感じなので、うん、なんかちょっと手の、うん、手でなんかこうくるくるするやつ、なんか防具とか、はあ、なんでしたっけ、なんか防具防具防具でとか、はいはいはい、あとはなんかあのワックとか、なんかそういう系を勉強したいなと思って、うんうん、なんか最近覚えたやつがあるんですけど、うん、ちょっといいですか？はい、あ、ぜひ披露してください。はい、あの手のやつなんですけど、はい、すごいすごいすごい、なんかこういう感じです。すごい、なんかこういう、早い、想像以上に。まず滑らせて教えてくれますか？じゃあちょっと失礼して、はい、レクチャーさせていただきます。両手合わせて、はい、ずらして、ずらして、折って、折ってちょっと四角作ってで、それをこっちに押し出すように、はい、パタッとやって、パタッて。そうです、難しいねこれ。そうです、ややこしい。このパタが難しい。こう押し、よくなんかこうどれだけ押し出してるように見せるかっていうのがポイントで、で、はい、次は上に持ってきて、上に持ってきて、あ、こうか。で、なんだっけな、ちょっと久しぶりで緊張になってる。で、なんかそしたらバンって持ってきて、こう、ここにハの字の壁があると思って、ハの字の壁、なんかそこに手の甲をぶつける感じ。いや難しいな。絶対できますよ、稲葉さん。難しい。ちょっとね、あまり得意じゃないんですよね。そうなんですか。でもなんか、なんとなく分かった気がします。ちょっと私もこれから勉強したいと思います。一緒にやりましょう、うん、やりましょう。ありがとうございます、はい、楽しかったです。ということで、この後もまだまだ2人でお送りしていきます。あなたが頑張ってることを私は知ってるよ。続いてはハロープロジェクトのメンバーがこのスタジオでできる何かに挑戦していくハロステチャレンジのコーナーです。今回私たちが挑戦するのは食レポです。食レポ、緊張します。ドキドキしますね、はい、でも楽しみ、食べれるのが、はい、何だろう。今回
ご用意いただいたのは、はい、東京八王子のスイーツファクトリーさんの贅沢口どけプリンです、うん、地元八王子の牧場で採れた新鮮で風味豊かなジャージーミルクを使用することで味わい深いコクを感じることができるプリンです。美味しそうですね。楽しみ。私たち一人一人が食レポをして商品の魅力を伝えていきます。食レポをするにあたって事前に相手が言いそうな NG ワードを2つ選びました。 NG ワード言ってしまったらエンディングの前に即興アイキャッチを披露していただきます。 NG ワードを、避けながらうまく商品の魅力を伝えていきましょう。ということで、はい、どっちが先にレポートをするかじゃんけんで決めましょうか、はいはい、じゃあ勝った人が先にレポートをしましょう。はい、いきます。最初グーじゃんけんポン。あ、みおちゃんが勝ちました。ではお願いします。なるほど。それではまず平井みおちゃんの NG ワードはこちらです。だだーん。どうですかね。どっちも絶対言いそうですよね。ええー。言う気がしております。それではどうなるでしょうか。ではみおちゃん、はい、あ、大丈夫です。もう目を開けていただいて、はい、私はこれを閉まっておきますね。それでは平井美桜ちゃんの試食チャレンジスタートです。はい、では開けさせていただきます、はい、これは、あ、なるほどなるほど。いただきます。お、すごく美味しいです。なんか、なんかすごくなんか滑らかで、なんか思ってたのはもうちょっと固いのかなって思ったんですけど、もうちょっと奥の方のカラメルを一緒に食したいと思います。うんうんうん、いただきます。お、なんかカラメルはなんかもうちょっとほろ苦いのかなって思ったんですけど、うん、カラメルも甘かったです、うん、美味しかったです。はい、終了ですね。はい、終了いたしました。ありがとうございました。これは一点そうですね。美味しそうだなって感じました、すごく。はい、それでは発表していきますね。みおちゃんの NG ワードはこちらでした。だらーん。すごく滑らか、すごく滑らか言ってましたね。一回言いました。言ってましたか。いや、悩んだんだけど、はい、その丁寧な言葉遣いだからとてもとかそれも言いそうだなと思ったんですけど、みお、ね、ちゃんだったらきっとすごく滑らかって言うんだろうなと思って。2が気になるんですけど、あの稲葉さんと食べるからさらに美味しいですみたいな言葉がきっとあるなとは思ったんですけど、いや、私ちょっと恥ずかしかったかな、ね、今日はちょっとやっぱり私の性格上ちょっとあのそういうのはね、なかなか言うのが、あ、そうかそうか、思ってはいるんだけど、思ってはいます、もちろんですよ、ね、じゃあ半分正解みたいな感じですね、はい、それではまず稲葉さんの NG ワードはこちらです。はい、なんだろう、どうですかね、ちょっと不安になってきましたけれども、はい、こちらになっております。はい、もうお目目大丈夫でございます、はいはい、はい、それでは稲葉さんの試食チャレンジスタート、はい、いただきます。じゃあ久しぶりですね、私個人的に食レポをするのが。いただきます。かわいいですね、瓶で。瓶のプリンっていうのはなかなか普段食べられないので雰囲気があっていいなって思います。いただきます。じゃあ、あー、すごいいい匂いしてます。カスタードのいい匂いがします。いただきます。うん、滑らか、うんうん、濃厚ですね。すごく意識しながら喋っちゃいますね。ちょっともう一口いただきます。なんかすぐに口の中で溶けてなくなるような感じで、結構バニラ感が強い気がします。甘くて美味しいですね。じゃあカラメル私もいきたいと思います。わー、すごい来ました、ついてきましたよ。本当だ。カラメルもすごく甘くて、なんて言うんですかね、なかなか本当に最初にも言ったんですけど、プリンって普段食べる機会はあるんですけど、こんな本格的なプリンを食べる機会があんまりないので、こんな美味しかったっけって思ってます、すごく今。いっぱい食べちゃう。本当に美味しいです。
みおちゃんが一緒にいるからさらに美味しいなって思います。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、本当に美味しい。美味しいですよね、うん、どんどん食べちゃう。それでは、はい、気になる NG ワード見ていきましょう。はい、タラン。ちょうどいい。一口食べただけで。え、言ってない。セーフ。言ってないです。あー、よかった。なんかいい、ね、そのちょうどいいっていうのは、うん、もしかしたらカラメルは苦いのではないかという私の願いを込めて、そのちょうどいいなみたいな、程よい苦みみたいなねって思ったら、まあ、なんかね、すごく甘い、甘かったので、うんうん、ちょっとこれはというのと、こう一口食べただけでみたいな、ちょっとに、なんだろう、近いニュアンスはあったんですけど、ね、ちょっとなかったです。あー、惜しかったですね。はい、いやということで、はい、まあ、みおちゃんの即興アイキャッチが決定しているんですかね。これは2つ言ってないですけど、1つは、はい、かすりましたので、ぜひね、やっていただきたいなって、楽しみだなって思うんですけれども、はい、今回食レポしてみていかがでしたか。はい、なんか食レポ自体があまり慣れていなくて、うんうんうん、で、まあ、さらにこの NG ワードもあるっていうので、ね、かなり緊張して何を喋っているんだろうかって思ってしまったんですけど、うん、でも本当に美味しくって、うんうん、なんか普通に純粋に皆さんにお伝えできるように次からは頑張ろうって思いました。素敵ですね。いかがでしたか。いや、本当に美味しくて、うん、多分4口ぐらい今食べちゃったと思うんですけど、続き早く食べたいなと思っております。ということで、スイーツファクトリーさんの贅沢口どけプリンをいただきました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした、気になる方はeE ラインナップモールでチェックしてみてください。ごちそうさまでした。明日も頑張りましょう。続いては思い出の一曲について振り返るタイニープレイバックです。今回はアンジュルムの笠原桃奈ちゃんが紹介してくれます。どうぞ。アンジュルムの笠原桃奈です。タイニープレイバック、今回選んだ一曲は太陽とシスコムーンさんのエブリデイエブリウェアです。この楽曲は1999年にリリースされた太陽とシスコムーンさんの4枚目のシングルです。はい、この楽曲の好きなところは、あのハロプロってバラード曲がたくさんあると思うんですけども、その中でもここまでしっとりと歌唱力で聴かせるっていう静かなバラード曲はすごく唯一無二だなと思って私は好きです。はい、その中でも歌詞に私はすごく注目していて、曲自体の雰囲気はすごく大人っぽくてしっとりしているんですけども、この歌詞の中にけなげな私の青春っていうワードがあるんですけど、そういう自分にとっての青春であった恋愛をすごく切なく寂しい気持ちで振り返っている様子が、あの歌詞からこう捉えることができてすごく好きです。はい、私にとってこの曲はハロープロジェクトの数ある曲の中でもすごく大きな存在で、その一つのエピソードというかきっかけがあるんですけども、この楽曲で印象に残っている公演があって、そのハロープロジェクト2008ウィンターワンダフルアーツ年中無休という、そのハロープロジェクト全体のコンサートで田中麗奈さんと高橋愛さんがパフォーマンスカバーしたそのパフォーマンスの映像をたまたま親が見かけて、まあ、リアルタイムで映像を見ていたわけじゃないんですけど、その2008年って今から言うと12年前の、あのそう考えると私はこの当時5歳なので、すごい感慨深いものがあるなと思うんですけども、そういう映像をこう時間が経ってこうやって見ても本当に感動しました。なんかこう初めて見た時は普通に、あのそれまでアイドルというものをあまり私は知らなかったので、一つのグループの中にいるお二人のメンバーさんがこう歌ってるっていうことにとても驚いて、そのアイドルって言われる方々がここまでの歌唱力を持ってこんなバラード曲を歌い上げることができるんだっていうことにすごく感動して、でそれでハロープロジェクトに
私も入れるように頑張ろうってすごい思ったきっかけになりました。で、自分がこの楽曲をパフォーマンスするとしたらなんですけども、まあ、なかなかこの曲を自分でパフォーマンスするってすごい挑戦だと思うので、まあ、今までその勇気がなくてまだこの曲を歌い上げるほどのスキルがないって正直思っていたので、まあ、本当そういう意味でもこう私にとってすごい挑戦曲っていうか、この活動をする上でハロープロジェクトにいる上でもなんか一つの課題じゃないですけど、この曲をきっかけにここに入ったので、そういう意味でもすごい自分がもっとスキルをつけてこうパフォーマンスしたいなって思いますね。タイニープレイバック、今回は私笠原桃奈が選んだ太陽とシスコムーンさんのエブリデイエブリウェアをご紹介しました。ねえねえ、今度リモートでタコパしよ。ジュースジュースの稲葉真中とビヨンズの平井美代がお送りしてきましたこの番組、そろそろお別れの時間となりました。あっという間でしたね。はい、あっという間でした。なんかこうやってこう、うん、がっつりお話しさせていただくのが久しぶりだったんですけど、確かに、うん、なんか私としてはもう楽しんでリラックスしてお話しできました、うんうん、よかったです。私もです。なんかそれこそリモートでね電話をしながらお話とかは最近させてもらってたんですけど、はい、こうやって直接会ってお話できるっていうことで、やっぱりちょっと話しただけでもみおちゃんのその人間の良さみたいなのがガンガンに出ていた気がするので、はい、なんかそれがまた伝わって、やっぱり素敵な人だなって思いました。こちらこそ楽しかったです。ありがとうございます。楽しかったです。はい、しばらくの間は3つの配信番組の要素をギュッと凝縮して、このハロステチャンネルで毎週水曜日に、配信していきますので、新着動画の配信を楽しみにしていてください。気の抜けない時期が続きますが、一緒に乗り越えていきましょう。ということで、今回のお相手はジュースジュースの稲葉真中とビヨンズの平井美代でした。さようなら。